そういう慣れ方やめるべ。スライドさんもよかったら食べてね。ヒーローありかもしれない。いやでもなんかペンギン感もあるまあでも黄色入ってるから何もないのかなとは思ったけど。いやー、いいね。どうこれ、チキンでしょ。やばい、それ言葉準備しておくよ。3パターンぐらいよしょ。めんどくせえ。Thank you.
済まなくちゃいけないよ。普通の毒ってのはちゃんと分けて考えないと。だから普通の毒はやっぱり。だけど、まあ、過去が返ってくると、もうすごい速くなる。じゃなくてゆっくりさ。やんないと全然ただ速くなっていくだけだから。お太鼓もそうだよ、やる人だし速くなっていくから。で、こ笛も永遠続かないから速くなっていくから。とにかくもう前もぜひいつも言ってると思うんだけど、ちゃんと音が出るように行くよ練習していけないし、お太鼓はテンポ崩さえないよ。で、自分がテンポ保つくんだからね、それに合わせてお太鼓やってくるから。で、お太鼓もちゃんとお太鼓のことを聞くこと、それやってちょうだい。で、休み太鼓もさっきね、指導してくれたと思うんだけど、これもさ、早く叩けるからってかっこいいんじゃねえんだよ。それ、しっかりか。いいんだけど、もう始めよ。それ、で、ここがかっこが早くやればすごくうまく感じるでしょ。違うからね。誰もここじゃうまいって言わない。しっかり叩けること、しっかりしたリズムでいいことっても徹底的にやってくるんだよ。まだ始まったばっかしだから。でもここまでできるってみんなすごいから、もっともっと上手くなるからやっていけば。花見先生のことちゃんと聞いてやってちょうだい。いいかな。じゃあ答え、気をつけ。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。バッチーしっかり片付けてね。もっとさ、友達呼んでちょうだい。一人でもいいからさ、友達。エビだろ、一回取れんで全部でさ。雨もらった、早くせー。あと12人が欲しいな、12人。そうだよ、だって何がやらないの。あと12人、30人やればいいんだね。去年で4班。いやー、でもやっぱりご飯とかも欲しいよね。まだもうちょい。ちょっと少ないな。なんか少なかったかな。夏休み、ハモバックルが増えます。笛がさ、結構来てくれるんだな。でも、お台場も3人しかいない。困ったもんな、無理をしてしない。とりあえず、笛を覚えてもらってからの出会いは。ちょっとしてくれるんだな。よし、頑張ろう。どこ？おいっす。なんかねえか。片上作るとか。ああ、いや、デザインになっちゃう。開発なば、これだって。
枚持ってるのがこれ、それかもう一枚脱ぐのあるっすけど、できないですか。何人いるの、くーちゃん。何人。あ、帰った。一人。昨日、誰だったか脱いだやつな。あれこの12枚。あれどこせやったっけ。人型使えんの。俺のは大丈夫です。もうホルダーはダメだっつ。あれ？よし。やってもらうんだけど、細かい作業はできる？無理って言うたら今だよ。なに？持ってこないの、準備悪いな。あ、そういうの。あ、いいの、いいのがいいけど。一回で切れねえかもしんねえからさ。一回見れば切れんの。ゆっくりでいいっすけ、うん、あれね、この金具の材料なんだっつったっけ。それをやってもらおうと思ってたけどさ、材料なんだかわかんないから。材料ロックウッド金具のやつだ。どこにあんの。何、どれが。それが配置。はい、ロックウッドどこさえだ。え、ロックウッド。あれ、あ、これ取じゃこれ取って、これ取ってここだけじゃん。どうなんだ、これゆるゆるだ。ゆるだよ、ね、ゆるだ、全然そのあれがここだった、うん、よし、まあ、いや、これもうちょっとあと1センチぐらい出すべ、うん、前に、うん、食べますかね、これこれでいいの。うん、これでいいよ。豚肉くんでしょ、うん、フルさん、何したの。何もアングルつけつけていいの。つけるつけない、ここにアングルつけて、で、ここを出して、そう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 、で、あの、兄でやるって感じでしょ、うん、多分ね、これできればさ、俺多分50センチぐらいも上がればいいんじゃねえかなと思うよ。でも、もっと頑張ったわけやね。だってこっちの、こっちのだってそっちの人形の釣り合い取ればここだいたい上がっても80センチだと思うよ、俺。これ、これ下がったからさ、今、うん、もう上下に上がった。こっち50センチ下げたんだけど、結構の結構なってきゃしやくな、うん、これから思い立て。いやいや、だって上がってんじゃなくて、うん、まあ上がってるっていうか、だってうちフォームまだ超でかいだから、その、うん、あれだよ、青山街道がよっかいじめた低いんだよ。低いね。うん、リフト上げてねえから、うん、うん、あそこでやめてるわ。なべ、うん、他のだし、宇治丸もそうだけど、宇治落がいじめただけ、うん、うん、あリフト上げてるわ。なべ、うん、俺のやめだっけ、後ろのあれがあるすけって。うん、上げる気になれば上がんのせ。まあ、上がる、上がるんだけど、結局そのパッタンコをギダロに対してこの主役がいいのがせいねえんだよ、うん、だけどこれつけば、うん、だからこれは上げないです。よくくっつける、うん、いいべ、うん、それでいこう。で、あとこれ1センチ前に出そう、うんうん、で、あとあれだな、その大黒様のあんとベースを結局ガード50センチ高くしてどうやってやるかなんだよな。もう全然あれさ、伸ばすつかねえべ。箱組むか。そう、ほら楽だべな。うん、箱組んでもらうか。これでほら楽だべな、ディンディンだった。箱組むか。うん、はい、ロングネットはいるんだもん。これで簡単づけべ。オッケー、それでよ。
金沢さん、今何パーセントくらいですか？65。あ、じゃあ6 7ぐらい。それであと1ヶ月切ってるときつい感じなんですか？それとちょうどいい感じ？こっからちょっと変わるからね、やることが。スクールだけじゃなくて組み立てに入ってくるじゃん。あ、そうするとさ、なかなかうまくいかないんだよ。組み立てて人形を実際乗せて、バランスが悪いとかっていう、なんか違うんだよなっていうのがいっぱいあるわけよ。はい、そうすると、裏越したからなんか違うんだよなだって、この人手出てるじゃん、上で一生懸命汗ふたらしぶってるじゃん、はい、何が違うのよっていう戦いですね。知らねえじゃん。いや、お子さんがいいけど、なんで戦いな。ちょっと待って。あまり結構厚いよ。ごまかそうだと思ったのに、ガタガタ。明日さ、俺何やればいい？嘘でしょ、またやるのいっぱいでしょ。いや、だから何をやればいいのかなって。やるのないなら鎧やってほしいけど、ね、やるのないわけじゃないんだけど。いや、だから何で聞いてる？どれをやればいいの？人形優先なら人形でしょ。本当に人形やってる。うん。え、なんで聞いてきたの？なんで聞きに来たの？一応、だってまあどれなのか、どれがあるのかわかんねえ。どれがあるって、え、何、俺がやるのがどれがあるのかってこと？
やまあ思えるとは言わないけど、だって自分で言ったんだよ、人形優先だって。まあそうだけど。いや一人だから。え一人なの？一人で人形できんの？まあ、できないことはない。じゃあやった方がいい。うん？これ作れ。そうどうそう。いいな、私失敗ってすっと入るな、うん、高いか。あ、やべ、この首の位置さえちゃんとできるのか問題ねえだろ。だってこれちょっと下げる、下げる、下げる、うん、いっぱいいっぱい。ごめんだな、気になるな。こう持ってさ、なんかこうじゃなくてこうすか。どやどやどやで、どやらせるか。こっちも来るんじゃん。ただこれ反りすぎだよな、うん、これ胸がありすぎてる、首が本当はここら辺になったもんね。後ろに行きすぎてんの、この位置だね、本当。あーきついなこれ。まだムカつくんだよ。もっと前にやればいいのか、このぐらいにつけばいいのか。じゃああれだもん、これ使えないもんな。この首を、一応やっぱり曲げるしかねえ。あ、そっか、そのバイスで。じゃあね、鉄板を挟んで、どうやっさ、あそす、どぎわ、くれば、ちさ、もっとこっちか。前もこれでもどうだ、上向いてねえんだよ。そのため石はあの手この手で古墳を体験してもらおうと奮闘しています。こう見えてる。そうなんですよ。ちょいいな。これ要は上に立つ、あのこちらの上に立つから下から見えるんじゃない？この登録決定の瞬間に何が止まってるわけなんですが、森さん、今どうだ？決議が採択された時のそれ肘止めだった？あ、止まってるや。
大丈夫。あれ前両方から飛べた。横から飛べてる。前後ろ。止めやすい。全然やってねえな。あれしかねえもん。そうだろ。そうだよ。昔作ってんのよ。うん、あとここにいる時間のも投げんのよね。いいね。これが評価されて会社にいるかここにいるかにどっちかっていうの。意味合わねえな。俺ら何なんだろう。何かと最近テレビすらも見えないわけやん。しっかりとした。ここを石油調査は言って、ほぼくを10分の1にちっちゃくした。これさ、あれこれさ、逆じゃねえ。今更あれ俺さっきのやつどうした。やべえ、これ正解派だべ。あ、逆だな。いや結構やったよ俺も。なんか綺麗だよな。金が多いほな。いやこの麦。あ麦が。あ上になるのか。中国はね進んでるんですよ。その辺の犯罪がすげえんだから。山田報道されてるだけでさ、山田こっちに来てるんだべ。楽しそうっすわ。ここまでは光株式会社、松田、三菱重工サーバリシステム、発数主導がお送りしました。入れるよ。とりあえず形は。とりあえず乗せてるだけなんで。作ったけど。クリヌグ。ミネグビ。どこね。だって主役じゃねえもん、いいかけなんだよ。字が見えねえわ、だよいしゃー、いてててて。
きだな。じゃあ仕掛けをちょっと出しますか。やるじゃん。いや東京とあんま変わんないですね。なんでこの夏目はこんなことやってんだろうと思うよ、いつも苦労して。はい、何作ってんだろうね、何がいいんだろうとふと思う今日この頃。これみんな本番もうパワーないですよね。俺は元気だよ。そうっすか。うん、俺すんげー元気だよ。うん、すんごい元気ですよ。確かにあのお帰りの最後のあの掛け声って大野さんですけど、そう元気でしょ。ええ、すげえ元気ですね。うん、元気のもとはね、やっぱりね、子供たちですよ。うちの子供もそうだけど、一生懸命太鼓をやってね、厚根が引っ張ってくれるからさ、そのためにやってんだな多分。うちの親父もやってくれたからさ、こういうふうにさ。ああ、そうなんですね。うん、作ってくれたから。だから別に何もやってて、なんていうの、なんでやってんのって言われるんだけどさ、うちの子供の頃からやってっから何も別にいいみたいな。うん、違和感ないけどな、みたいな。うん、親父作ってくれて、うちらが参加して、太鼓たて参加して、でそれ同じに大人になってきて、で今度うちらが作り始めて、うちの子供たちが出てきてっていう、まあ、繰り返しだよね、結局ね。うん、だから何でやってんのって言われても、うーんって言うしかないよね。答えがないね。なんか、なんでやってんの、うん、昔からやってるからね。うん、うん、thank you.
売り場、目の前、宝船、海運上服、祝い尽くしの令和の時代をたくさんの福が来るようにと願いを込め、電車で巻いた。主役は、釣り竿や琵琶、宝の袋など、美しさと美しさを持った美女長です。出汁の中段、下段では、七福神が開運を願い、縁起の良い伊賀神馬と金の鳴る木、大きな寿の文字を見つけ、令和の幕開けに開運勝負を願い、めでたくしの出汁を制作いたしました。見返しは開運左馬です。左馬は